こんにちは、りょうです。それでは今日も元気よくお金の勉強をしていきましょう。今日のテーマはこれですね。平均所得は564万円。自分の所得がこれを下回っていてもやばいとは言えない理由。こういうテーマで話をしていきたいと思います。最近、こんな感じのコメントをいただきました。日本における一世帯あたりの平均所得金額は564万円であるっていうニュースを見ました。でも私の現在の年収は350万円です。どんなに頑張っても564万円なんて稼げる気がしません。 平均年収に遠く及ばない私の稼ぐ力低すぎてやばいですよね。こういうコメントですね。これについての結論は別にやばくないです。まさに数字の一人歩きってやつですね。実際のところ単身世帯の平均所得はそんなに高くありません。一世帯当たりの平均所得は564万円である。この数字の出所は厚生労働省の国民生活基礎調査です。ということでこの動画ではこの統計調査をもう少し踏み込んで解説します。 最後まで見てもらえれば、そんなからくりがあったのか、と皆さんも新しい気づきが得られるかなと思います。それでは早速見ていきましょう。厚生労働省の国民生活基礎調査について、まずはここからですね。世の中にはよく、平均年収や平均所得、平均貯金額っていった情報が出回りますね。隣のうちのお財布事情、誰でも気になるものです。こういった数字の根拠になるのは、行政が行う統計調査だったり、民間のシンクタンクが行う統計調査だったり、 銀行や保険会社が行うアンケート調査だったり、いろいろなものがあります。そういった調査の中でもよく引用されるものの一つがこれ。厚生労働省の国民生活基礎調査。これですね。2020年はコロナのこともあって中止されていたんですけど、基本的には大規模な調査が3年ごとに簡易な調査が毎年行われています。この資料にみんなが大好きなご近所さんの年収の話が載っているんですね。一部で有名なこちらのグラフをご覧ください。これですね。 お金の話が好きな人はどこかで見たことがあるんじゃないでしょうか。いろいろなウェブサイトやニュース記事、ブログ記事などでよく使われているデータですね。このグラフは所得金額別の分布を表しています。縦軸は割合、横軸は所得です。例えば、所得が300万円から400万円の人は13.4%いる。そういう見方をするわけですね。ちょっと全体的に眺めてみましょう。平均所得金額が564万3000円と載っていますね。これが冒頭で紹介したコメントにあった数字です。 100万円未満の世帯が5.4%、100万円から200万円未満の世帯が13.1%、200万円から300万円未満の世帯が13.3%っていう感じで、こうやって見ていくと、平均所得に満たない世帯は全体の61.5%に及びます。一方で、世帯所得が1000万円から1100万円未満の世帯が2.7%、 1100万円から1200万円未満の世帯が2.2%っていう感じで1000万円以上の所得がある世帯は合計12.7%です。日本の全世帯のうち1割以上の世帯が1000万円以上の所得があるわけですね。これを聞いてどうでしょう皆さん。皆さんの感覚と比べて多いですかそれとも少ないですかちなみに所得金額の中央値は440万円ですね。中央値というのはデータを小さい順に並べた時にちょうど中央にあるデータのことです。 平均と比べて実感に近いって言われる数字ですね。さて、冒頭のコメントをくれた方に、大丈夫。平均は564万円ですが、中央値は440万円ですよ。こう言えば少しは気安めになるでしょうか。ご自身の年収との差が詰まるので、もしかしたら気安めになるかもしれませんね。でも、平均か中央値かっていった問題とは別に、もっと大きな問題があります。それは、厚生労働省が出しているこのデータ。 どんな人が対象になっているのか、そしてどんな収入が所得としてカウントされているのかっていう点です。ここが曖昧なまま、そっか、所得の平均は564万円か、みんなよく稼いでるんだなーって数字だけ見ていても、実のところ何の役にも立ちません。ということで、もう少ししっかり見ていきましょう。まず、どんな人が対象になっているのかっていう点について。これはざっくり言うと、ランダムに選ばれた人です。全国の世帯のあらゆる人の中からランダムに選ばれているイメージです。 東京にいる人も、大阪にいる人も、沖縄にいる人も、北海道にいる人も、そして単身者も、子供のいない夫婦も、子供のいる夫婦も、そして年金で生活しているおじいちゃん、おばあちゃんも、基本的にはあらゆる人が含まれています。先ほど見たグラフ、もう一度ご覧ください。これですね。 ここに載っている平均所得には、単身で暮らしている人の所得も、一馬力で配偶者や子供を養っている人の所得も、夫が会社員、妻がパートという典型的な共働き家庭の所得も、夫婦共に高収入のパワーカップルの所得も、年金暮らしをしているおじいちゃんおばあちゃんの所得も、全部含まれているわけです。そもそも、現在の日本の世帯構成はこうなっています。日本全国の世帯総数は約5190万。そのうちトップ3は単独世帯、約1530万世帯。 これが全体の29.5%です。そして夫婦と未婚の子のみの世帯。こちらが全1430万世帯で全体の27.5%です。そして夫婦のみの世帯が約1270万世帯。全体の24.5%です。つまり、いろいろな家族構成の世帯が同じような割合で混在している状況なんですね。ちなみに、各世帯の平均人員数は1953年には5人でした。それが2021年現在は2.37人。 70年間の間に半分以下になっています。こういった異なる家族構成の収入を全て足して平均にしているので、自分と平均や中央値、この2つを比べようと思っても、実のところあまり意味がない比較になっているってわけです。自分は独身で1人の収入なのに、夫婦2人で稼いでいる収入の世帯と比べてもしょうがないですからね。こちらのグラフをご覧ください。これですね。これは家族構成別の平均所得金額の推移を表したグラフです。 家族構成別になっているっていう点で、さっきよりは役に立ちそうです。児童のいる世帯は平均で813.5万円。高齢者世帯以外の世帯は平均で685.9万円。そして高齢者世帯は平均で332.9万円っていう感じですね。こうやって家族構成別のデータを見るだけでも、全世帯の平均所得と自分の所得、この2つをダイレクトに見比べる不毛さがわかるんじゃないかなと思います。リンゴの良し悪しを見るには、他のリンゴと比べる必要があります。 単身者が自分の家計と共働き世帯の家計を比べるのは、リンゴとオレンジを比べるようなものですね。さらにです。家族構成と同じぐらい、世帯収入にインパクトを与える要素がありますね。それは、年齢です。日本は基本的に年功序列です。年齢が若ければ給料は安い。年齢が高ければ給料は高い。こういうことが多いですね。だから、こういった平均所得のデータには、年齢別のデータがセットになっていることが多いです。 実際、厚生労働省の統計調査でもそのグラフが載っています。こちらをご覧ください。これですね。世帯主が29歳以下の平均所得は433.1万円。世帯主が30歳から39歳の平均所得は636.3万円。世帯主が40歳から49歳の平均所得は721.2万円。50歳から59歳の平均所得は782.7万円。こんな感じで、年齢別で思いっきり数字が違いますね。 そして繰り返しになりますが、この調査は世帯所得を集計しているので、この金額には共働きの人たちの稼ぎも含まれます。いろんな年齢の人の年収をごちゃ混ぜにした平均年収と、まだ20代、30代の自分の年収を比較したら、うわ、私の年収低すぎってなるのは当たり前のことですね。 こんな感じで、一口に一世帯あたりの平均所得といっても、いろんな家族構成の世帯があるし、いろんな年齢構成の世帯があるので、その辺も考慮しないと、自分と世間の正しい比較はできないよってことです。そしてすでに忘れかもしれませんが、話をややこしくする要素がもう一つありましたね。全体の平均所得564万円というこの調査で、どんな人が対象になっているのか、そしてどんな収入が所得としてカウントされているのか、このうち後者の方、 どんな収入が所得としてカウントされているのかの話です。実はこの統計調査、結構いろいろな収入が所得としてカウントされています。収入って聞いて、皆さんがすぐイメージするのはおそらくこれでしょう。現役世帯は給料、そして高齢世帯は年金。どうでしょう皆さん。収入って聞いて、皆さんこの他に何か思いつきますかね。答えを言ってしまいましょう。この調査では、こんな収入もカウント対象に入っています。まずは財産所得。 これは、世帯員の所有する土地、家屋を貸すことによって生じた収入から、必要経費を差し引いた金額預貯金、そして、公社債や株式などによって生じた利子、配当金など、まあ、要するに、大屋さんとか株式投資家の不労所得も入っているんですね。お金持ちもしれっと調査に混じってきているわけです。さらに、年金以外の給付金も入っています。これは、雇用保険からの失業給付とか、児童手当とかですね。さらに、仕送りや個人年金、その他、なんと、仕送りまで入っています。 実家が太くてお小遣いがもらえる羨ましい家庭の所得も含まれるってわけですね。面白いところでは結婚式のご祝儀など冠婚総裁の収入もカウントされています。そして企業年金や個人年金などが含まれるのはまあそうだよねっていう感じでしょうか。以上を踏まえると実は平均所得564万円の舞台裏はこうなっています。こちらですね。赤枠で囲ったところにご注目。総所得の欄にはこの動画で何度も見てきた564万円という数字が出ていますね。 その右には、稼働所得402万円と書いてあります。稼働所得というのは、給料や事業所得、農業での収入などを言います。そして、稼働所得のすぐ右隣に、402万円の内訳として、雇用者所得373.6万円とありますね。これが一世帯あたりの平均給与です。402万円との差額は、副業収入だったり、農業での収入だったりするイメージです。さらに、先ほどの表の右側を見ていきます。年金が113.7万円。 財産所得が16.3万円。年金以外の給付金が6.4万円。仕送りや個人年金などが25.8万円。もうこれでもかっていうほどいろいろありますね。結局、平均所得564.3万円といっても、蓋を開けてみると、給料部分は373.6万円。その他いろいろな積み上げで、190.7万円もあるんですね。おいおい、全然思ってたんと違うやないか。こう感じる人結構いるんじゃないでしょうか。 参考までに子供のいる世帯についても見ておきます。総所得は813.5万円。そのうち給料は695.1万円。くどいようですが、この金額には共働きの人も含まれます。そして公的年金が30万円。年金を受給している親と同居している、などですかね。さらに財産所得が6万円。年金以外の給付金が18.8万円。うち14.7万円が児童手当。さらに仕送りなどが25.3万円。ということで、 子供のいる世帯の平均所得は813.5万円です。こう言われてしまうと、世の中リッチな家庭も多いんだな、こう思う人も少なくないと思います。ですが、実のところ、給料は700万円ぐらいだし、しかも共働きとか50代以上の高所得者も含まれるし、児童手当やら親の援助やらで所得が上積みされてそうだし、ソロで800万円も稼いでいるわけじゃないっていう点は意識してもいいのかなと思います。以上を踏まえた上で、冒頭の有名なグラフをもう一度見てください。 どうでしょう皆さん随分印象が変わったんじゃないでしょうかこのデータと皆さんの個人的な状況を比べて意味のある比較をしようと思ったらもう少しデータを深掘りしないといけません。表面的に見て平均値は564万円なんだとか中央値は440万円なんだとかそこだけに注目していると家計戦略を考えるときに判断を誤ってしまいますね。先ほど触れた通り日本には約5190万の世帯があります。 年齢、性別、職業、家族構成、財産の状況。すべて人それぞれです。とはいえ、新聞などのメディア、情報発信者は、読者一人一人の個別のケースを想定して記事を作っているわけではありません。なので、平均っていうまるっとした数字を使わざるを得ないんですね。だから、情報の受け手側が正確に情報を処理しましょう。どんな人が調査対象になっているのか、対象者のサンプル数は十分か、データには何が含まれて何が含まれないのか、 そういった点を考慮して参考にしましょうってことですね。お金に関する情報を見た時にどう処理するか、ぜひ今日の動画の内容を参考にしてもらえたらなと思います。まとめいきましょう。最後に今日の動画のまとめです。平均所得564万円、そんなに稼げないよっていうコメントから、厚生労働省の国民生活基礎調査を深掘りして解説しました。最新の調査によると、日本全国の世帯総数は約5190万、全世帯の平均所得は564.3万円。 平均所得以下の世帯は全体の61.5%、全世帯の中央値の所得は440万円となっています。一見高めの所得に見えますが、単身世帯も子供のいる世帯もいない世帯も、片働きの世帯も、共働き世帯も、若い世帯も、高齢者世帯も、全部ひっくるめた数字なので、参考にする際には注意が必要です。年齢や家族構成を考慮して分析してみると、児童のいる世帯は平均で813.5万円。 高齢者世帯以外の世帯は平均で685.9万円。高齢者世帯は平均で332.9万円。そして世帯主が29歳以下の平均所得は433.1万円。30歳から39歳の平均所得は636.3万円。40歳から49歳の平均所得は721.2万円。50歳から59歳の平均所得は782.7万円。っていう感じです。切り口を変えてみると全然違う景色が見えますね。 また、この所得には、いろいろなものが含まれています。平均所得564万円の内訳は、雇用者所得が373.6万円、年金が113.7万円、財産所得が16.3万円、年金以外の給付金が6.4万円、仕送りや個人年金などが25.8万円っていう感じです。給料だけの金額ではないので、留意してもらえたらなと思います。最後に、僕から皆さんへのメッセージです。平均より、ちょっと上の収入を稼ぐのは、それほど難しくありません。 正しい比較対象と比べた上で正しい方向性に進んで稼ぎましょう。トップ1割とか上位3%とかそういうのはさすがに高難度ですね。他の人と比べてかなり尖った生き方をしないと達成できません。だから少数派なわけですからね。一方で平均よりちょっと上ぐらいの収入ならば誰にでもチャンスがあります。なぜなら日本人のマネーリテラシーはそれほど高くないからです。稼ぎたいな財産を築きたいな こう思っても稼ぐための正しい方向性を判断する力やノウハウがないんですね。金融教育とか基本的にはほとんどされてこなかったですからね。学ぶ機会が少なかったから知らなくてもしょうがないですね。だからこそちょっとやれば伸びしろがあるわけです。リベダイで公開している様々な動画を見てお金にまつわる5つの力を身につければ行政が行っている統計調査のデータよりはるかにいい数字を出せるようになっていくはずです。もちろん自分と正しい比較対象を比べた上でです。 以上参考になれば嬉しいです。動画がいいなと思ったら人に紹介してもらえたり、いいねやチャンネル登録してもらえると嬉しいです。オンラインコミュニティ、リベシティも運営しています。リベシティに入って学んだ方は、非常に速いスピードでマネーリテラシーを身につけていけます。一緒に頑張っていきましょう。今日が人生で一番若い日です。引き続き、このチャンネルを見ている一人でも多くの人に、お金に困らない人生を歩めるようになってもらうための動画を作っていきます。これからも、一緒により良いアスを作るために頑張っていきましょうね。 ということで、これからもしっかり学んで行動して自由な道を歩んでいきましょう。終わりたいと思います。今日もありがとうございました。学べば未来は変わる。何歳からでも。それでは今日もいい一日を気をつけていってらっしゃい。